ちは。今日紹介する日本の商品はこちら。何ですかね。これはですね、中に日本酒が入ってるんですけど、こういった日本酒だとかワインを入れるボトルバッグです。すごい。ね、かわいいですね。やっぱり和っぽいこの入れ物がすごいおしゃれな感じがします。こっちも金の織物の布で作られてます。なんか豪華ですね。豪華です。はい、結構日本の、まあ、おすすめのワインとか日本酒とかをお土産に買っていかれる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、ちょっとこういう風にですね、日本風な入れ物ラッピングみたいなものをして渡すとなお日本風味が高まるので、こういう風に工夫してなお喜ばれるお土産を買っていってはいかがでしょうか。はい、では皆さん日本の旅行を楽しんでください。バイバイ。